はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。リクに応えて実況プレイ戦国バサル4スメラギンマリアさんのドラマルート続きをやっていきたいと思いますが、すみません、一回この第4戦の動画を投稿したんですけれども、なんかバグってなんかこの画面から動かないというわけでわからない状況であり、しかし投稿し直そうにも元動画を削除してしまったため撮り直しとなっております。なのですでに、統治年数とかドラマルートとか見えてしまっているんですけれども、このレベルとか見えてしまっているんですけれども、見なかったことにしていただきました。あ、モザイクかけとこで、まあこういうルート選択とかでドラマルートの最初からやり直すっていうことができるので、やったぜ、撮り直しが楽でよかったぜ。最初から普通でちょっと突っ込むしかなかったかと思ったけど、よかったよかった。よし、こうやってドラマを飛ばして、よいしょ、行くというね、あの、こういうシステムを見せられてやったぜということで。まだかな？違う、もう一個。こっからやな。よし、戦もひとまず片付いたか。こうしてはいられん。急ぎ例の準備に取り掛からねば。あら、長松さん、その杯は何？今からイチと結婚でもするのかしら。杯だけ判断するの？当の昔にしているぞ。いや、そうではなく、家中の者の仲人だな。何せ一生に一度の出来事だからな。主君として恥をかかせぬよう今から演習に励まねば。絶対空回りしそう。じゃあその結婚、夫婦の誓いはわらわにしてもらおうかしら。は？何を言っている、姉上。夫婦揃ってわらわに尽くすと誓いを立てさせるの。これってとっても素敵じゃない。あ、衣装がそういえば。そうね、どうせなら白むくももっとひらひらにして。ま、待つのだ姉上、それ以上はいかん。姉上、姉上。はい、というわけで、消えた姉上ということで、あ、利休さんになってる。ちょっと戦友を足利さんにして、ほんでまあ武器はそんな変わってないで、衣装ですね。はい、このこれ良くない？これマジ超絶好みなんだけど。いや、マジ黒赤は最強よ。黒赤は最強すぎ。はい、特に、まあ、クリア後のね、あれだし、まあちょっと音響とかも多分違うと思うんですけど、気にせず行こうぜ。このルートは、このルートっていうか、このステージはお話を楽しむだけでいいんだ。私はただ、適当に戦ってればいいんだ。あ、姉上、おかげで部下の挙式が台無しではないか。早い。あら、何のこと？新郎新婦も感激でむせび泣いていたじゃない。あれは悲しみに嘆いていたのだ。まったく、姉上もいい加減、夫を持ち家族、そして夫婦とは何たる顔だな。長政に言われたくはないけど、まさかわらわが邪魔だからどこかへ嫁げとそう言いたいのかしら。名前だけだとすでに嫁いでるように見えるんだけどね。邪魔とか自由すぎるとか迷惑などとは決して。何で追加した？そう、お前がその気なら見てなさ、とびきりの花婿を連れ帰ってやるわ。いや、私はただ家族の尊さ、そして規律ある生活態度だな。あ、姉上、姉上、来なさい。でタイトルはどう見ても、あの、立場逆転してるんだけどね。なんで馬がいるのかな。暗いながら行ったぞ。待て、京極浅井の家はどうするつもりだ。おいらなし。オッケー、そしておいつも捕まえられたらオッケーからのゲス。おいち怖い、おいち怖い、おいち怖い。でも姉様、お向こう様探しのあれはあるの？さあ、
やべえ、やだ。うおお、痛い。そんな恋など断じて認めんぞ、姉上。よし、やめて。あっぶんの。危なって食らってんだけど。強そうで、口答えしない。威力すな。まあ、そこの最悪でもそんな男を捕まえられれば。なんか今お尋ね者の音が今このタイミングで最低限の基準がすでに低ほど高いではないか。このお尋ね者、お尋ね者を捕まえられたらいいんだけど、お尋ね者、ちょっとお尋ね者を駒にできないから。ダメだ、届かん。オッケー。これはナイスタイミングだ。いいね。この駒が、駒が頑張ってくれればいいんだけど。駒。もっと頑張れ駒。お前の。間違えた。L1 資格をやりたかったの。よいしょ。やっぱり話を聞いてる余裕はないんだよな。1対1っていうか2人がかりはきついんだよ。ほんと完全に1対1だったらまだいいんだけど、2対1、まあ、2対2なんだけど実際は。なおもらいで、ヤッホー、ヤッホーじゃないんだよ。こんなにやってる。どうなんだよ、下田さんがなんかすごいことしている。痛い痛い痛い、なんでわらわなんかいない方がいいでしょ。うん、そう。かまれ。捕まらへんのかーい。そのさまの元気がなくなるのよいしょ。いやん。待って。ほら、今の当たんないの範囲がよくわからなーい。どうする。姉様のように生まれたかった。ちょ。待て。本当にいなくなってしまう。やん、助けて。あー、なに。怖いから一回使うか。あ、すごい草邪魔。草邪魔。ゲームボールだ。どういうことか。将軍様も、姉様も。ごめん、ちょうど将軍様おるわ。回復したい。手の角度と視線が甘かった。これはあれかな、汎用っぽいな。無駄に抵抗するのね。そこにやることないのかしら。かけてー。あっ、帰る。やったー。ほら、情けない正義ね。そこでやっほらい。長政、わらわがいなくなれば夫婦ミスいらずじゃない。よかったわね、リッチ。あー、怖かった。ちなみに、1回目の時はもっとボコボコでした。まあ、ある程度マリアさんに慣れてからこういう風にね戦えるということをね先に見せてしまうというね。まあもっといろいろやった方がよかったけど、例えばやってないやつあったけど、まあいいや。はい、次の合戦へというところで、はい、今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。